吉田さん、いまだにポイントサイト、セルフバックやってます。今日は2つ美味しいのを紹介しましょう。一つはですね、今私が手元にしているローンカードです。いや、ローンカードね、今までそんなに本気でやったことはなかったんですよ。というのが、私が10年前ならね、結構やってたんですけども、今ね、新しいローンカードがどんどん出てるんですよ。というのが、10年前だと銀行と消費者金融っていうのはバラバラで活動していたんですけども、あれからいろいろあってですね、今ね、消費者金融の裏に必ず銀行がつくようになったんですよ。ですんで、銀行の信用力と消費者金融のお金を貸す能力が合致して、今ね、かなり強い収益源になってるみたいですよね。そのうちの一つが、ローンカード。つまり、お金を借りるとき専用のカードです。これは、クレジットカードよりも審査が低い。送料規制だけに縛られているというふうに聞いたことがありますから、つまりは、カードを作るだけだったら、ほとんど誰でも作れるんですよね。で、カードを作る時のこの利用限度額、10万とか30万とか50万みたいな低い設定にしておけば、多分何枚も作れると思うんですよ。これをポイントサイトで作る。今回は JCB のフェイスってやつを作りましたけども、これね、10万円の借り入れ予約だけで2万円もらえるんですよ。借り入れ予約ですよ。借り入れ予約私しました。借りてないですけど。2万円ゲットですね。あとこれは別に置いとけばいいんですよ。年会費かかるわけじゃないし。まあ適当なところで解約してもいいですしね。こんな感じで一つ美味しい案件があって、私は2万円ゲットしてますよってことです。もう一つは、これはこれからやろうと思いますけども、私今まで何度もやったやつなんですよ。それはですね、住宅展示場に行ったり工務店に行ったりとかして、まあモデルルームとかモデルハウスを見学してね、それからまあいろんなアンケートに答える、トータルで30分ぐらいの、まあそういった案件なんですけども、これ普段は1000円しかもらえないんですけども、8月31日までA8 ネット経由だと1万5000円なんですよ。ですんで、ちょっとした家族とのね、エンターテインメント、デートのついで、一人で行ってもいいと思いますけども、住宅展示場とか公務員店さんに行ってね、その持ち家相談というやつですね。そういうのをすることによって、1万5000円もらえれば、十分足を伸ばす、まあ、そんな動機にもなると思うんですよね。今日は3万5000円分紹介しましたけども、どうですかね。日当3万5000円、これでもうできるわけでしょ。また明日は明日の案件でやればいいわけですから。で、ずっとやっていくと、入金まで2ヶ月とか3ヶ月かかりますけども、つまりは3ヶ月目からは毎日入金がポン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 入るって形になるってことなんですよ。で、この最初の3ヶ月をしっかりと積み上げることによって、ポイントライフができるかどうかなんですよね。確か転売も同じなんですよ。転売も最初に100万円ぐらい仕入れておいて、100万円分出品するんですよ。で、出品売価を例えば150万とかするんですよね。仕入れた金額に利ざをつけてそれぞれ出すわけですから。でもほとんど売れません、最初は。で、2ヶ月目も100万円仕入れして、値付けを150万円分ぐらいして市場に出すわけですよ。この時点でちょっとビューが上がってきます、アクセスがね。で、3ヶ月目また100万仕入れて、100万円分を150万ぐらいで値段をつけて出すんですよ。こうすることによって、やっと市場に450万円分の値付けをした商品が出るってことになりますんで、そっからやっとね、売り上げがちょろちょろ立ち始めるんですよ。で、そうすると最初に元金が300万ぐらいいるわけでしょ。それから莫大な手間とか作業っていうのが最初の3ヶ月に集中するんですけども、そこでうまく商品が売れ出したら、4ヶ月目5ヶ月目だんだんと楽になってくると。楽になるんだけども、売り上げがどんどん立っていくと。で、売れた商品だけ補充して仕入れてまた出品すればいいんで、作業もルーチン化して人に任せることもできるみたいな、楽な楽な形になっていくんですよね。最初は大変ですよ。しかも3ヶ月構築したものがほとんど長飛ばずだったら、またね、ちょっと仕入れをまた入れ替えたりとか、出品したものを割引して飛ばし売りしてからね、とりあえず回収をしていくってことにもなるかもしれませんし、軌道修正がそこである。でもそれは失敗じゃないわけなんですよね。はい。以上ね、やった人だから言えることだということだと思います。はい。じゃあ、初速が最大速。まあ、大きく変わんないと。大きく変わんないとダメでしょうね。大きく変えるために、行動をしっかりすることによって、やっとなんか見えてくるんじゃないですか。自分の人生が変わったってこと。それこそ少しずつなら変わるんですけども、少しの変化に満足できればいいですけども、満足できなくて萎えるわけなんですよね。だから本当にね、セルフバックで1万円儲けたこととか、その Chromebook っていうパソコンをね、1万2000円で中古で買ったことをね、どのぐらい喜べるかなんですよ。客観的にはちょっとしか変わってなくても、そのちょっと大きくしていこうっていうモチベーションはずっと続きますんでね。で、未だにポイントサイトをやってる私でございますと。じゃあ今度ね、講義提供しますんで、今月中にお送りさせてもらいます。それでは。